これから防災、防犯、環境の分野についてご説明いたします。まず防災の分野では、市庁舎の第1期棟建設工事、既存棟の耐震補強と大規模改修を進めてまいります。この庁舎整備については、省エネルギー化を図り、ゼブレディ認証を取得しました。引き続き防災拠点としての機能強化を図るため、一基棟の建設工事を本年7月までに完成させ、それ以降既存棟の耐震補強及び大規模改修を進めてまいります。具体的なスケジュールといたしましては、本年7月まで建て替え一基棟と付属棟の建設工事を進めてまいります。また7月から来年5月までは、既存庁舎、現在新庁舎と呼んでいる建物ですが、こちらの耐震及び大規模改修工事を進めてまいります。令和5年5月から11月までは、現在の旧庁舎の解体工事を進めてまいり、令和5年12月から令和6年9月までは、建て替え2期庁舎の建設工事を進めてまいります。この庁舎整備事業は、安全安心な庁舎、使いやすく市民に開かれた庁舎、環境に優しい庁舎を整備方針として、2棟の新築既存棟の耐震補強及び大規模改修工事を進めてまいります。2点目は、ドローンの活用と操縦職員の育成を進めていきます。皆さんもご承知の通り、ドローンというのは非常に有効に活用できるものだと私も認識をしております。すれがらしでも、このドローンの利便性をしっかりと活用していくため、ドローンの導入と操縦職員の育成を進めていき、自然災害への対応などしっかりと進めてまいります。また総合防災マップを作成し、全戸に配布を実施いたします。市民の皆さんの防災意識の向上を図っていくため、現行の3種類のハザードマップを総合防災マップとして取りまとめ、市内全戸に配布を実施してまいります。実際の市民の皆さんへお届けできる配布時期は、令和5年1月頃を予定をしております。また環境の分野では、本市でもカーボンニュートラルを推進していくために、本市における温室効果ガスの排出量の現状などをしっかりと把握するための基礎調査を実施してまいります。このことによりまして、市民の皆さんがどのようにカーボンニュートラルを推進していくのか、その実際の袖ケ浦市の現状を皆さんにお知らせすることが可能となります。次に、警察と連携し、街頭防犯カメラを設置していくほか、防犯灯を必要な箇所へ設置してまいります。ご視聴ありがとうございました。